はい。皆さん、こんにちは。アニメシルクの室谷康ですえ。今日はですね、えー、好き編、えー、第1章ですね。最高本の、えー、第1章の Q&A、えー、最高本 P、えー、っと、60、61、62の内容の、えー、っと、まあ、補足というか、プラスアルファっていうのかな。この内容に対して、プラス、えー、っと、今、あの、 なんだろうな追加でいろいろ話せることがあればって感じでやっていきたいと思います。えっとね、まず最初、一つ目。え、アニメが好きで仕事にしたいです。中学生の今すべきことは、中学生なんですかね。中学生の方の質問なんでしょうね。え、今してほしいことは次の三つです。基礎学力を身につけてほしいえ。え絵なのにみたいな。で、趣味、教養、運動などえ、え絵じゃなくて、絵を なんかいいっぱい練習するとかじゃなくてえ人間関係と観察がやっぱり絵じゃないんですねみたいなねそうなんですよ絵はね,んとねこれ結構ね、あのー、うまくなるんです実はあ,のある程度うまくなるんですよで、えー、とそれは、まあ、プロになった後でもそうだし、まあね、集中するとね23年ぐらいは結構うまくなるんですよもちろん、えー、とにかく中学生で絵が好きで好きでしょうがないっていう人はもうどんどん描いてください えとこれはだから絵を描いてほしいプラスアルファの内容だと思ってえっと捉えてほしいんですよね。基礎学力って何かっていうと主にね、これね残酷かもしれないんですが小学校3年生ぐらいまでにかなり決まっちゃうとさえ言われていますだから本当に最初の足し算引き算あるいは文章のねえ例えばまあ文字のき綺麗さは僕もそんなにき綺麗じゃないんですけどだからそういう基本的な えー、特に、えー、国語と算数かなの能力がね、これがね、アニメの仕事でもすごい大事なんです、特に例えばです、ね、絵コンテとか脚本っていうのは、もう絵もあるし、指示書きもあるし、もちろん文字もある。 で,で、えー、そういう設計図が例えばアニメの仕事をやろうとしたときに例えばですよ、このペットボトルがここからここまでこう移動するっていうのをこう書くときにこれが、えー、ここからかここまでを何個まで移動させるのか、えー、コマあたり、えー、3ンチ引きとか言って早相当速いですよコマあたり1コマあたり、えー、1ミリとかねっていうことは、えー、24コマで えー、24mm だから2 4センチ進むみたいな話が、まあ、頭がちんぷんかんぷんであ頭一体どうしようみたいなもうねやってるとちょっとアニメの仕事はきついんですねだからあのねそんなね例えば高等教育というかそのね高校ね、ね大学みたいな勉強ってね実はアニメの仕事においてはそこまで直結してませんむしろ、微積もまあないよりはあった方がいいんだけどね。えー 数学的の方とかねあるいはそのなんだえーねマトリックスっていうかあれですね数列とかねそういうのもできないよりはできた方がいいかも分かんないんですけどそれよりも実はね小学校中学校ぐらいまでの基礎学力がねやっぱねないとえそこをもう一回勉強し直してとか言うとちょっとしんどいかもしれないですね。 なので、まあ、そこはね、今からちょっと中学生で少しなんかね、その、不安ですって人は逆にちょっと小学校戻ったり、あるいは高校の勉強っていうよりはもうね、小学校、中学校の内容をちゃんとしっかりやるで、えっ、ー、とね、別に点数取るとかいい、なんか難しい学校に行けばいいとかそういうことではないです。なんか自分の中で、ちゃんと、例えばですよ、今のうちから、例えば、あの、絵コンテシーを買ってみて、なんかこう読んでみるとかね、そういうなんかもう、 割とアニメの仕事、実際現場の素材っていうのは結構世の中にあるものなので、それでなんか自分が読めないな、これ分かんないなって言ったら、それに必要ななんかね、基礎学力やっぱ身につけてほしいなって思います。で、次に、趣味教養、運動などってね、アニメ関係者はね、アニメ詳しくて当然なんですよ、当たり前なんですけど、ある程度ですよ。で、むしろ、むしろ、アニメって、あのー、 今はね、ちょっと、ちょっと寂しいところではあるんですけど、昔はですよ、昔は別にアニメってなかったんですよね、当たり前の話なんですけど。じゃどんな人がやってたかっていうと、本当は映画、実写を作りたかった。本当は人形劇をやりたかった。本当は、 その、なんだろ、劇作家とか、舞台、お芝居をやりたかった、みたいな人たちが、その、その道で、ま、食いっぱぐれてしまったというか、あるいはそういう仕事が安定してなくて、ま、しょうがなくアニメっていうのが、ちょうどその時テレビがね、あの、放送されたりとかね、ま、鉄アンアトムとか、そういう時代の話ですね。 に、えー、他のジャンルの人たちがいっぱい集まったんです。アニメなんて、そもそもアニメ見て育った人がアニメ作ってなかったんですよ、簡単に言うと。その当時アニメなんかなかったから。それこそなんか映画館でやるなんか白蛇伝とかディズニーとかはあったけれど、テレビアニメっていうのはそもそも、 えー、なかったわけです昔そのテレビアニメも最初に作ってきた人たちっていうのは別にそれを最初から作ろうと思ってきた人じゃなくて、まあ、簡単に言うといろんなマルチな能力を持った人たちが集まっていろいろこうワシャワシャそこにアイディアを乗っけたりいろいろやってったわけですよそれで面白いアニメっていうのがねどん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 作られるようになったわけですえっとねアニメ作ろうと思ってアニメはまあある程度見えならいいと思うんですけどアニメを見てアニメ作るとね <laughs> 縮小再生産になななっちゃううといいかねあんんま面白くならないんです例えばですね僕の、えー、同世代なんかで言うとねスキューバダインビングすごい好きなやつとか、まあ、音楽でバンド組んだりするやつとかで僕もなんかスキーやりに行ったりとか、まあ、飲み会なんかいっぱいやったりとかねそういう、ね、趣味をねある程度ねアニメ業界に入ってからも結構あの僕の身の回りの、まあえー、同世代のやつらは まあ、あの一緒にいろいろ遊んだりなんやってましたね、それはやっぱね、ネタ切れしないようになんですよ、やっぱりアニメだけ、アニメの仕事だけみたいな感じで、どん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 視野狭くすると、簡単に言うとネタ切れなんですよ、でアニメ見ながらアニメ書くようになっちゃうんですよ、それは大事なんですよ、最初は大事です、最初の、えー、模写が一番上手くなるみたいな話ですよね。模写が もう社が一番上手くなるのは当然なんだけどそうじゃなくてそれだけやると縮小再生になっちゃうあるいは手癖でただ書くようになっちゃうみたいなところなんで皆さん 自分の好きな、何でもいいです。アニメ以外の何かっていうのが、すごい強みになると思います。例えば、運動をやってる人だったら、あこういう体の動きをするから、ここで力がこう、貯められて、ボールを投げるんだな、みたいなって、これ、そのまんまアニメーションに行きますから、そのまんまアニメーションに行きますんで、そういう観察が、自分の趣味なんかで、趣味とか、運動とか、まあ、ありとあらゆることで培、まあ、教養ですね。で、えー、培ってほしいなと思います。 で、えー、次に人間関係と観察眼。あのね、人間関係はね、そのね、周りとうまくやろうなんてね、僕がね、その言え,言,え、まあ、言えるような立場じゃないです、正直。僕そんなに昔から周りとなんかうまくやってきた人間じゃないので、むしろ、クリエイターになる人は、 そんなになんか、なんかうまく、なんか人間関係なんてね、あの、うまくやってたわけないんですよ、昔から。っていうか、その、そういう人もいると思いますけれど、大概の人はどっちかっていうと、教室で一人ぼっちで、えー、なんか絵を描いてるみたいなタイプですよ、どっちかってうと。だけど大事なのは、 世の中の人、世の中のそのいわゆる学生時代に一緒に会ってきたような人たちが、簡単に言うと消費者になるんです。要するに DVD 買ってくれたりソフト買ってくれたり、いわゆる消費者自分の絵を楽しんでくれる人たちなんですよ。そういう人たちが、 どういうま、まずどんな人がいるのか、どんなパターンの人がいるのか、どんな性格なのか、そしてクラスではどういう派閥があって、どういう動きをして、どんな感じでみんなやってんのか、みたいなね、そういういわゆる俯瞰的に、 劇になるような作劇ですよね。まさにその作劇みたいな気分をもう自分が教室にいながら、ああ、あの子面白いなとか、あの、例えばですよ、まあ、あの、それこそあの子可愛い,いな、あの子かっこいいな、あの子なんか癖があって面白いなとか、あの話し方ちょっと笑えるな、みたいな感じで、そのね、その教室を俯瞰してみてください。それがね、えー、っと、かなりネタになると思います。 というかそういうような観察眼がそのままえ実際自分が物を作る時のえ材料になります。なので老若男女どんなことをやってるのかこれは電車に乗っててもそうですし皆さんなんかちょっとそこら辺でねあの散歩しててもそうです。その観察眼を磨く対象として見てください。そのねえうまく周りとやろうなんてね言う人はねクリエイター向い ってないんすよそもそも、そんなにね、うまく、おう、なんだこれ、なんか、出ちゃったね。これなんでこんなに出ちゃったかな。よいしょ、はい。 そんなに向いてないので、そんなに気にする必要はありません。昔からそんなに周りと仲良しで、なんかリア充みたいな人はそもそもアニメの仕事をやらないのであの、そこはもちろんリア充もやってもいいですよ。リア充が入ってきて、リア充の空気を入れてもいいです。ですが、そういう人は得てしてそんなにアニメの仕事をやらないので、あの皆さんは別にその周りとうまくやろうなんて考える必要はないです、はい。そんな、そんな、そんな Q&A あるかいみたいな話ですけどね。はい。 で、急、えー、次ね。えー、空想の世界が好きです。リアルの体験もしなくちゃダメですが、まあ、リアルの体験で空想に説得力が出ます。えー、空想、まあ、好きは素晴らしいけれど、まあ、まあ、絵はすべて空想でできているので、まあ、やっぱり実際の体験っていうのがね、うーんとね、例えばこう、ザラザラと触ってみて、えー、柔らかいのか硬いのかとか、そういう感覚もあるし、えー、そうなんだよね。 痛い、痛くないとか、匂いとかっていうのは、やっぱりその場に行かないと体験できないので、まあ何もしないよりはした方が説得力を増すのと、あと、えっとね、例えばすごいこのファンタジーの世界で、なんかこう、龍が飛んでて魔法使いが出てきてみたいなさ、仮にまあそんな世界のアニメを描いたとします。 その時にもうあまりにも高等向けじゃないけど見たことないえ現実の世界には絶対ないよねっていうものだけでできている世界の中で大事なのはただ単にここにこうやって座ってるこういう人とかあるいはこういう飲み物を飲んでそこから汁がこう汁というかねこう液体が垂れてるこの表現とかそのね そういう、えー、ファンタジーであればあるほど人間の重さとか物の質感みたいなものを表現しないと、えー、見てるお客さんをその世界に、えーまあ、なん没入っていうのかな、えー、させることができなくなっちゃうんですよね。お,そのお話に、えー、入ってもらえなくなっちゃうんですよ。 なので、実はね、そんなね、特別になんかすごいところになんかね、ジャングルの山奥に、わか,かんないけど、その大冒険しないとアニメ作れないっていう話じゃないってことです。もう日常のそういうところに、えー、ヒントは全てあります。というかもう。 日常の自分の生活の中の解像度を上げるだけで十分です。コンビニの往復だけでもいいですし、ちょっとおじいちゃん、おばあちゃんのところにちょっと田舎の方に行ってみたとかね。まあ、あのねこの日本国内だけでも結構いろんなバリエーションあるので、少し隣の街まで行ってみたとか、そんなような体験で十分です。あのそんなすごいところまで行く必要はないです。その中にヒントってあるので、えー、っとそのどちらかというと、現実の テイストというか現実の感触を絵に落とし込むというパイプをつなげるって意味では常に自分で演技してみるその実写で撮ってみるとかそういうのもあここの要素ってこういうところに入れられるなみたいなのね現実をどうやって自分のつまらないかもしれない一見ね周りから見たら普通の日常をどこ,どこをこう抽出したらそのファンタジーに活かせるかっていうその動線を作っておく。 そういうのは大事かなと思います。だから日常からの観察って意味ではさっきの話と似てますけどね。 はい。じゃあ、そんな感じですね。で、好きな絵を描きつ、えー、好きな絵を続けたいです。室井さんが健康維持するために気をつけていることを教えてください、えー。適度な運動と食事と仕事量の調整。<laughs> 僕の運動が適度かどうかはちょっとさておきですね。さっきなんか3時間ゴールフのスイングした、その前にまあ、子供とプールを1時間以上泳いでいたみたいなね。これは全然適度な運動とはちょっと思えないんですけれども、えー、っとね、確かに仕事はね、あのー、やりすぎたり増やしすぎると、 やっぱね、えー、多分どんな人でもね体壊しちゃうのでほどほどにいいですね。というかまあそれでちゃんと成立した要するにギャラも含めてちゃんと循環できるように、えー、うまく設計していく必要があると思いますの。えーまあ、アニメ業界にいた時は肩こりとかねまぶたの痙攣がありました本当結構生々しいですね、えー。最近はストレッチ、散歩、ゴルフなどの運動をすることでほぼ解決しました。デスクワートの デスクワークの、まあ、性的な疲れ、えー、静か、えー、要するにね、えー、こうやって、えー、静かに机の前で、ね、座っている、このね、なんだろう、体が硬くなるわけですよね。それは、まあ、運動の動的な、えー、運動の動的運動で楽しみながら解消しましょうね。っていう、その、えー、性的な疲れは動的な運動によってしか、えー、ほぐせないんじゃないかというのが、僕の、えー、僕のとりあえず結論ですね。 ねうん、疲れる、そうね、食いすぎってのも多分人によって出るよね。例えば夜中食べちゃう、ストレスで食べちゃうとか。あの確かに 忙しいとかだと食べるのも分かりますだからコンビニでちょっとスイーツを食べちゃうちょっと飲み物が甘いものになっちゃうみたいなのの,、えー重ね、その積み重ねで、えー、ちょっと太っていくとかねそうすると代謝が悪くなったりなんか体の血行悪くなったりみたいなんでどんどん悪循環みたいなねそういうのもあるんで、ね、やっぱりね、あのー、自分の体が資本なんでやはりちゃんとね体を維持するのは大事かなと。 で、その時に適度な運動、食事ってね、いうのは大事かと思います。で、えー、室井さんが絵を描き始めたのは何歳ですか僕は19歳の時から描き始めました、えー。最適な時期はありますか最適な時期はその人が描きたいと思った時期だと思います。えー、っとその人が描ける、あるいは描きたいと思った時ですね。なんで別に何歳っていうのは関係ないと思います。 なんかアニメ業界で結構、さっきの話とも関係するんですけど、えっ、ー、とね、本当に18歳、あれも中卒、15歳くらいでアニメ,メーターになる人もいるんですよ、えー。中卒とか高卒ぐらいでなる人もいるんですけど、えっ、ー、とね、結局、 なんか大人になった後とにまあ勉強したりもするんです、結局勉強したりもするっていうのはなんかまあね結局、高校とか大学とか行かなかったわけだか高校もまあほどほどにして大学とか行かなかったわけだからそうすると結局自分でいろいろ教養をためたりいろんなね動画を見たりあとで勉強したりもするんですよ。 大学出たからってすごい教養豊かで賢くて頭いい人ばっかじゃないっすよ、マジで。全然中卒だろうが高卒だろうが、本当に人によってすごい賢い人めちゃくちゃいっぱいいるし、ましてそういう絵とかそういう感度高いところで仕事してる人ってすごい面白い人とか、えー教、教養が豊かな人もいっぱいいるので、あのね、いつから何をしなきゃいけないかっていうのはないんですよ。あの、やりたい時にやればいいんです。だ絵が上手くなって描きたいと思った、絵が上手くなって これで仕事やりたいなって言ったらもその時仕事やればいいしそれが今のじゃないなと思ったら今じゃないかもしれないしねもっと他のことやりたいんだったら他のことやればいいしただまあその自分のだろう置かれている状況例えば受験をしなきゃいけない自分はなんかね親 と一緒になんか暮らしててなんかその描く雰囲気じゃないんですよとかねまあ皆さんそれぞれえ状況があるでしょうからまあそこは一概に何歳ってのはないかな僕はちょうど大学に入って独り立ちと独り立ちじゃないけど何その自分で生活一人暮らしするようになって初めてアニメっていうのを書き始めたので。 えー、たまたま19歳だったということです。それが環境が整っていれば、もっと若くから描いてたりもしたかもしれないし、それは良かったのか悪かったのか、僕はちょっとまだわかんないですけど、今こうやってるんだから、まあ、とりあえず良かったことにしようって感じですかね。そんなものです。はい。で、アニメーターに向いてる人ってどんな人ですか次の通りです。絵を描いたり動かすのが好き、見るのが好きとは違いますね。具体的なアニメーターがいたり、好きなシーンやカットが言える観察が優れているとかね。これね、いろいろなんか書いてありますけど、 もっと、もっと言うとですね、アニメーターに向いてる人っていうのは、えっ、ー、とね、アニメーターっていうのはどこのアニメーターかっていうのによるんですよ。アニメ業界で働くアニメーターなのか、それとも単なるアニメーションを書く人のアニメーターなのかってことです。本当にアニメーションが上手いっていう意味では、えー、今言ったように、えー、観察眼があるとか、 それを表現するだけの表現力があるとかそ、そういう部分、あるいはその動きの基礎基礎的な要素を全部知ってるとか、そういうのを興味を持って勉強できる人とかね、いうのが、えっと、回答なんですが、ことアニメ業界で長く続けている、続けられるアニメーターっていう意味では、 やっぱり長く続けてる人なんですよ。僕は途中で 9, 9年3ヶ月で辞めちゃったので、アニメ業界のアニメーターとしては、そこまでめちゃめちゃ向いていたわけではありません。これは、集団作業に向いてるとか、多少理不尽なこととか、自分が描きたくない絵も我慢して描くとか、そういうことも含まれます。もちろん定期賃金でもいいとか、なんかそういうアニメ業界の アニメ業界のルールにのっとって続けられるという要素っていうのがアニメ業界のアニメーターにはすごく大事になってくるのでまあここに書いてある限りではないですその要素はだいぶあの出てくるので、えー、ちょっと違うんじゃないかなっていう気はしますねアニメ業界のアニメーターなのか単なる絵を動かすアニメーターなのかっていうのはちょっと違う。 で、えー、好きなものが多く知識はありますが、独自の見識がないです。知識を見識に昇化させる方法はありますか,なんか難しいですね、これね。知識と、えー、見識。知識から見識にするにはどうし、まあね、独自の見識がな、ね、い。自分の見方がなかなか持てないってことなのかな。うーんとね、結局ね、見方も、 見方も、あのー、別に独自の見方ってないんですよ。あらゆる見方をいっぱい知ってて。 それを、えー、知ってるだけなんですよ。だから、その見方が少ないか多いかは、その見方そのものも、とか、他人の考えですね。他人がどう分析して考えるか、他人っていうのはある、まあ、いろんな人があるんですよ。ある物事に対して、このように考えます。例えば、教育に関しては、なんか、こういう見方、ああいう見方、そういう見方っていうふうに、いろんな見方があるんですよ、とか考え方があるわけです。教育一つとっても、今の教育、あるいは昔の教育、あるいは今後の教育みたいなね。その教育っていう テーマ1つ取ってもいろんな考え方があってその考え方を無数に自分に取り込んでいればその組み合わせであたかも独自の見識のように見えるような何かをペラペラと喋ったりするんですけどただそれだけの問題なので全然独自でも何でもなくて結局は誰かの、えー、知識の寄せ集めなんですそれは自分の描く絵がんかに似てんな昔に、ま、見た漫画とかアニメに似てんなっていうのと結局同じです。 そんなね、超オリ、超っていうのかな。完全なるオリ,オリジナルの絵も、完全なるオリジナルの考え方もないんです、基本的に。なので、それが独自そうに見えてるだけであって、それはいろんなものを、いろんな人の考え方を知っている。ただそれだけ。だから、とにかく、いっぱい調べればいいんじゃないんでしょうかっていうね。ああ、なんか似たようなこと書いてありますね。アニメーターって何って言ったら、映像の素材を絵で作る人。これは、あの、インタビューをいっぱい見てたんですね、僕は。その えー、アニメージュであったり、その当時あったね、アニメージュの別冊画像っていうね、えー、雑誌があったんですよ。それには、えー、まあ、安野さんとか、ご自新ご自の特撮監督とかやってた樋口さんとかね、樋口新二監督とか、安野さんのインタビューがあったりとか、なんか、あと、実写畑の別のね、えー、人が、 との対談とかがあったりとかするとあーって面白いなと思って結局アニメっていうのが映像なんだなみたいな対談でひたすら話してるんですよそれを僕はただ読んでいただけですだから別に僕がすごいなんか特別に優れてなんかこう きらめきがある人じゃないんです単にいっぱい情報収集してただけです。はい、で教育と洗脳の違いは、すごいこと言ってるな。教育と洗脳の違いは、ま、受けるものの利が多いかどうか、ま。これちょっとね、ここで軽く教育と洗脳の話させてもらっていいですかね。ちょっと長くなっちゃうかも分かんないですけど、えっとね、僕のあくまで捉え方で言うと、教育っていうのは本人に利益がある場合です。で洗脳っていうのは、その洗脳した他人に利益がある場合です。 これかなと思っています。だからカルト宗教みたいな、あるいはその、えー、ネズミ講みたいなね、いうのの洗脳っていうのは、それは本人の利益よりも、おそらくはそれを洗脳した相手の方に利益がある場合は、僕は洗脳と呼ぶのかな。マインドコントロールっていうのかなって気がしますね。えっ、ー、とね、自分で自分のことをマインドコントロールすることもできるんですよね。えっ、ー、と、あるいは、僕は他人が自分に、あるいはその本人に対して、 え何か教えるとか考え方を変えるって意味では教育と洗脳ってのは全く同じわけですよ。その時にどこで線引きするかっていうと本人利益なのか他者利益なのかなっていうふうに僕は感じているよっていうのも。 ちょっとごめんなさい。これのソースはどこかわかりませんか何かの本で読んだんでしょうね。すいません。ちょっとその、ソースはわからないですが、僕はそのように考えて。まあその時に考えてるとどこかの本を読んだだけじゃなくて、その本の読んである、読んだことをが、面白いなとか、なるほど、これは確かであるなっていうか、自分の中で腑に落ちたっていうところで自分の意見にするわけですよ。 え別にその本読んだからって僕全部うのみにするわけじゃなくて、あ、この本読んだからってなんかお,おかしくないかとか突っ込みながら僕本読んだりします。そういう意味ではそこが独自の見識なになるのかもしれない。なんか本に書いてあるからって全部をうのみにするんじゃなくて正正、正しいわけじゃなくて、なんかこれ気持ち悪いなこいつみたいな。こいつの考え方俺嫌いなんですが、みたいなね。そういうのもあります、正直。はみたいな。なんかそういうの突っ込みを入れながら、 本を読みます。僕はどっちかっていうと。っていうのは本っていうのは結局僕が今こうやって話してることを文章にしてるようなものなんです。誰かの意見なんですよ。誰かのすごく偏った 単なる意見なんです。それは神の真理でもなければ、えー、世界の、なんか、なんか真実でもないんですよ。そんなね、ことないんですよ。その人が勝手に言ってるだけなんですよ。そこになんか統計学とかなんだかこうね、偉そうななんか何とか教授みたいな名前がついてるだけで、権威をつけてるだけで、そいつの意見なんです。簡単に言うとそいつがそう思ってるだけなんですよ、本なんていうのは。だから、そういう突っ込みを入れながら見ると面白いと思います。その本いち,いちだから僕の本人も、いや、それお前が今そう言ってるからこうなんだろうぐらいの感じの突っ込みをちょっと、 入れながら見るのも面白いんじゃないでしょうか。それが独自の見識なのかもしれないです。だから、そういう意味では、今、こうやってもう補足的にね、こうやって話しているのも、まあ、その一部だと思ってくれると嬉しいです。 いやー、よく喋りますね。<laughs> んこんなんでも終わんのかなよし、もうちょっとですよ。えー、好きで始めたことがすぐにつらくなってしまいます、えー。好きをもっと分析して最終目標をイメージしましょうってね。初めに書きたかったものと違う絵が出来上がってしまうように、生き方も初めにやりたいと思ったことを方向性がずれていくことがよく,によくありますと。と好きで始めたことなのにすぐにつらくなってしまうのは、これ多分ね、自分のハードルと、これやっぱ上げすぎなんじゃないかなって気がします。そういう人は。うん あのー、自分のハードルを上げすぎでなんか、えー、っと最初は好きでやり始めたんだけど、えー、これは、まあこえー、昨日、おとといみたいな話にちょっと似てると思うんですけど、あのー、結局、見てるものがいうか自分がイメージしてるものが世の中のトップクラスのクリエイティブなものっていうのかな、えー、想像されたもの作られたものっていうふうになんか 見ちゃうんでしょうね、だから、トップアニメト、トップの一番売れてる漫画みたいな。いや、それをいきなり自分が今それと同じクオリティを出そうっていうのはちょい、ちょい無理ありますね。ちょい無理あると思います。なので、あの、ハードル上げすぎ、だから、もっと、あの、そう、自分の今のレベルに見合ったものっていうのが、まあ、割と無理ないのかな。でも、それもね、 あのそれで言うとね、の辛くなるというか、別に何だろう、どうでしょうね、プレイそのもの楽しくないですかね、絵描くって楽しいと思うんですよ、実際問題、自分の手でこう絵がね、だんだんできていくっていう楽しさでいいんじゃないのかなって気がするんですよね、の辛いっていうのは多分、自分の。 要求してる理想のレベルがちょっと自分に今見合ってないっていうことだと思うんですよね。なんでそこのすり合わせとかをしてって今は今でこれ楽しいと思っていくしかないんじゃないかなっていう気がしますね。うん。そうそう。で、絵は絵が好きで始めたのにプロになったらヒエラルキーになら悩んで要するにアニメの世界でもどんな世界でもなんかあの人がすごいとか自分はまだそこまで慣れてないみたいなそういうのがいろいろあるので。 まあそういうのあるんですけれど、まずはやっぱ初期衝動に戻って、自分がえ描きたい絵って何だったんだろうなとか、そういうところからちょっと見直すってのがいいんじゃないかなと。で、絵は描きたいのですが、すべてに無気力です。これね、この文をえこの一文はっていうか、この部分はですね、後で足したんですよね。これがね、案外ですね、その後ツイッターかなんかでバズったりなんかして、そう、あのね、やっぱりね、 絵,を絵描くの、ね、体力いるんですよ絵描くためには体力いるのでやっぱ食事運動睡眠っていうのをちゃんと、えー、見直すところの方が大事なんじゃないかなって気がしますそのまあ健全な表現は、ね、健全な体に真摯に宿るみたいな感じに書いてありますがやっぱりねメンタルが病んでるってことはまずメンタルが病んでない状態にしてメンタルが、えー、病んでる今度人に対して あげます絵を描くじゃないけど、逆に自分が、あの、なんでしょうね、その、今自分の中でもいっぱいいっぱいなのに、まあ例えばですよ、例えばですよ、まあこういうことですよ、その、まあ例えばちょっといいか悪いかはどうなんですけど、全然自分が稼げてない、もう自分が食うや食わずの状態なのに、ね、 あの他のの人に施しをすするのかって話なんですよそれは無理ですよはっきり言ってまず自分が衣食足りて礼節をし知るというように自分がある程度稼いである程度今自分が、えー、と満足に食える状態であるっていうことの余力を持って他人に臨むわけでしょで絵っていうのも結局それに似てるんですよ絵もまず自分が心身が、えー、とちゃんと、えー もういられるよとちゃんと健康的にやってますよっていう状態にまずは持っていってその次に絵を描くっていうねっていう次のステップだと思うのでなんかいきなりまあよく分かんないけどあるのかどうか分かんないけどその 何でもかんでも自分のせいにするっていうね、その、ああ、今日も書けない、やむ、俺どうせダメなんだ、みたいなね、また無気力、みたいな、ああ、俺どうせ無理や、みたいな、なんかそのね、負のスパ,スパイラルみたいにあのなっちゃわないようにしてほしいなと思います。あの、それは一回、その、諦める、なんかね、そのね、何かこの一個前の質問と似てると思うんですけど、その、なんか自分の中にある、こうならなきゃ、 いけないとか、こうすべきみたいな、そのべきですね。その何々すべきみたいなのに、なんかとらわれちゃうような人は、なんかこの、え書いたら辛くなっちゃうとか、書きたいんだけど無気力ですとかね。まあそういう風に言い始めちゃうんじゃないかなと思います。なんか、一旦整理して考えてみましょう。その何が大事なのかってね、自分の体の方が大事ですよ。ね。まず何が大事なんだっていうところを見直してほしいなと思います。はい。 なんかこの猫のコメント。集中、え、あ、夢中になっている時の集中力と学習力は凄まじい、つまらない時間を過ごすことは苦痛だし何も残りません。楽しい時間を可能な限りたくさん過ごすために絵を続けてほしい。<laughs> まあ、この本のね、本当にテーマの部分ですね。うん、やっぱりね、 義務感とか、そういう、なんだこうすべきみたいなね、そういう自分の中での思い込みによる、なんだろうな、自分に対してのプレッシャーみたいなね、そういうのからちょっとね、ちょっと一旦こう自由になってほしいというかね、解き放たれてほしいな、っていうふうに思ってますね。っていうような感じで、えー、今日の無料枠はここまでです。 えっとね今、アニメシ主クネット村の方でライブやりつつ、ニコニコ有料放送の方でも、この後も続きをお話ししていきたいと思います。この後はね、ちょっとねネット村にあったある話題をもまあ取り上げて、ですねさっきのちょっとね洗脳とか教育の部分に関してね軽くね、軽くじゃないな、割と深掘りじゃないけど、していきたいと思います。はいでは、無料枠のここ。 はここまでですありがとうござい、ました、はいえー、毎日こんな感じの放送をしております。えー、アニメシュークネット村と、えー、有料ニコニコ放送の方でのご参加もお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。